少年の頃、男の人は誰しもが一度は真似したことがあるこのセリフ。そしてヌンチャクを振り回し、敵が何人いてもお構いなし、次々と敵をなぎ倒すアクションスターが世界の人々を虜にしました。ところで皆さん、もうこの人物が誰だかお分かりですよね。彼が今回深掘りしていく、香港の中国武術家で俳優のブルース・リーです。彼はサンフランシスコで、また香港で映画俳優として大活躍しました。そんなブルース・リーについて調べてみると、まさにエリートといえる彼のちょっと変わった生い立ちや生き方が見えてきました。今回は皆さんと一緒に彼の魅力に迫っていきたいと思います。それでは参りましょう。今回は3つのテーマに沿って話を進めていきます。はじめにブルース・リーの生い立ち、次に格闘家ブルース・リー、最後にブルース・リーの死因。この流れで話を進めていくので、最後までお楽しみください。ブルース・リーの生い立ち。1940年11月27日、サンフランシスコの中華街で生まれます。中国系で俳優の父親と、コーカソイドと中国人のハーフの母親、そして兄弟と共に長期間アメリカを巡業していました。中国名はリー・ジョンファン、英語名はブルース・リーとして命名されます。俳優の父親の影響で、生後3ヶ月余りでサンフランシスコで制作された映画「ゴールデン・ゲート・ガール」に早速出演しました。その後香港に帰国しますが、第二次世界大戦の真っ只中のため、映画には出演していません。香港はイギリスの植民地支配下にあったためです。しかし第二次世界大戦が終わり、リーが8歳になった頃、たくさんの作品に出るようになります。また若い頃には節剣や英雄剣などの中国武術も学んでいました。ちなみにですが、18歳の時、腕試しでボクシング大会に出て優勝しています。18歳になったリー、とてもじゃないですが好青年とは言い難い青年でした。日々喧嘩に明け暮れ、俳優の不良息子というあだ名までつけられてしまいます。父親はそんな息子が心配になり、アメリカ・シアトルに移り住ませます。しかもわずか100ドルを持たせて、日本円で1万円ほどですね。ここで改心したのでしょう。新聞配達をしながら勉強に励みます。そして高校卒業資格を得て、ワシントン大学に進学。そして中国武術を教えるグループを立ち上げます。門下生はアジアの人も黒人も、そして白人も、さらにラテン系までいました。そこで愛する人と出会います。門下生であるスウェーデン系イギリス人のリンダ・メリーです。リーは彼女と結婚をし、大学を辞めました。その後ジー・クンドーという武術や考え方を創始しました。ジー・クンドー創始者ブルース・リー、彼が開発した武術や哲学、また思想を表すジー・クンドー。ジー・クンドーとはどのようなものだったのでしょうか。ジー・クンドーは漢字では石剣道、こう書き、英語ではジー・クンドゥ、ジー・クンダオ、こう書きます。この頭文字を取って JKD とも呼ばれます。武器は基本使えませんが、相手が持っている武器を取り上げて、その武器で応戦することはあるそう。源流は彼が幼少期に習っていた英州拳が基本で、それを大学時代に広めていたブルース・リー拳法、その名もジョン・ファン・カンフーを付け足したもの。またボクシングやフェンシング、空手など様々な武術を参考にしていたそうです。いかに短い時間で相手を倒せるか、この考えを念頭に置いていました。なのでメインの攻撃はなんと目つきや金敵など急所への攻撃だったそうです。特定の型を強要せず奥義を極めるという概念はなかったそう。つまりどんな技術を磨いたところで生きている限り修練をし続ける必要があると李は門下生に説いていたそうです。他の拳法と違い究極がないのは感慨深いですね。ブルース・リーの死因。彼の命を落とした原因は様々な説があるようです。公式な死因は脳浮腫とされていますが、それは定かではないような気がします。日本でも有名になった台湾出身の歌姫アグネス・チャンさんは死因について次のような言葉を残しました。ブルース・リーの本当の死因の真実、真相は香港の芸能人なら誰でも知っているが、命が惜しいから言わない。これは確実に裏社会との関係をほのめかしていますよね。この他にも鎮痛薬のアレルギー反応で事故死、ハーブのサプリメントに入っていた覚醒剤が原因、筋弛緩薬の過剰摂取、売春婦に殺された、日本の暴力団に暗殺されたなどなど、たくさんの憶測が飛び交っています。加えて息子のブランドン・リーさんは28歳の若さでこの世を去っています。死因は映画の撮影中に銃弾を受け死亡、空砲のはずが実弾が入っていたといいます。2人とも若くして命を落としている事実、これは呪いとしか言いようがありませんね。さて今回は中国武術家のブルース・リーについて深掘りしました。彼が残した遺産や功績を大切にして、これからもアクション映画を楽しんでいきましょう。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価、コメントなどいただけますと嬉しいです。こんな人物について紹介してほしいなどの意見もお待ちしております。またチャンネル登録もお忘れずに。では次の動画でお会いしましょう。